ちょっとオチと一緒にいたかったって名残惜しい気持ちはわかるけどな。ごめんな。今日はめっちゃおもろかったな。そや、せっかくやから一緒に帰ろう。ここのところ運動センスが向上しているらしいわね。ええ、よくってよ。ご一緒しますわ。あの、今度の日曜日一緒にお出かけしません？私、植物園がよくてよ。あら、そうですの？残念ですわね。それでは、失礼。うん、私が早く来すぎちゃっただけ。あ、そろそろ電車が来るみたいよ。ええ、そうなのよね。私、
楽しみにしてたのよ。さあ、行きましょう。学校や会社、家庭も全部光ケーブルで結ばれるようになるかもしれないですって。こういうものが全部実現したらって思うとワクワクしてくるわね。本当にね。でも夢が現実のものになったらすごく素敵だと思うわ。ちょっと疲れちゃったみたい。ありがとう。じゃあ行きましょう。席空いているといいわね。少し落ち着いて休みたいの。こうしてあなたと話していると周りのうるささなんて不思議なくらい気にならないのね。素敵ね。そういう話がしたかったの。特にいないわ。あなたも興味があるのね。私と一緒だわ。もう少しお話ししていたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。気分爽快って感じだね。何言ってんの。私を褒めても何も出ないよ。いやいや、今日はバイト明けて本当によかった。あのさ、一緒に帰ろう。まだ次のバイトまで時間あるからね。あなたに
隠し事はできませんわね。実は演技がうまくできなくて困ってますの。ほんの配役で私の実力ならなんてことないと思っていたのに、顧問の先生にも演技に欠けているものがあると指摘されたわ。お芝居の段取りも演技の見せ方も完璧なはずなのに。確かに言われてみればそうかもしれないわ。役の心をつかむことって演劇の基本よね。そういえば以前にも注意されたことがあったわ。テクニックに走りやすいって。私基本的なことを忘れていたのかも。わかったわ。私もう一度役の気持ちから考え直してみますわ。ええ、では。あら、ドキシン、どうかしました？そういえば、ここのところ芸術センスが良くなったみたいよ。ええ、よくってよ。ご一緒しますわ。今度の日曜日一緒にお出かけしません？例えばショッピング街なんていかがかしら。よかったわ。私楽しみにしてますわ。ええ、お待ちしてますわ。連続リーナーとケースもついて超得。さあ、今すぐ